皆さんこんにちは。今日はね12月の4日、金曜日です。で今午後4時ね19分回ったところで、今日はね、ファーマフーズのね決算発表がねありまして、まあ私ねまあかなりね株式投資に関してはね素人なので、ここでね、発表するというか発言するのはかなりね恥の、まあ恥さらしな行為だと思ってるんですけども、まあ自分なりにねちょっと単身を見た結果、驚いたことはまずまあ赤字決算だということは分かってたんですけども、今期ねちょっと赤字の規模がやっぱり大きいなーって、まあこれからね見込める収益の大きさを考えたら先行投資も大きいのは当然なんですけれども、まあスケールでっかいことやってんねーって思いました正直。でまあいろんな思惑がねあって市場が形成されてるわけなんで、もう月曜日のことはね月曜日にならないとわかりません正直。ただ私は個人的には株を持ち越しているので、買いから入って上がってほしいというね気持ちはあります。まあ今掲示板でもちょっと、まあ賛否両論というか、まあその、私と同じようにちょっとどう捉えていいか複雑な思いな人もいれば、本当にね余裕で見ている人もいれば、下がると見込んでいる人もいて、本当にいろいろなんですけれども、まあ本当にね短期目当て、長期目当て、中期目当て、配当目当ての人はあんまりいないかもしれないけど、会社を応援する気持ち、利益を取りたいという気持ち、いろんな人がいるんでね、これは一概にはね、もう言えないですよね。で、もう一回話戻ると、私は月曜日が不安です。なぜなら、赤字がでかいから。赤字だとは分かっていたけれども、こんなにスケールがでっかいとはね、金ちゃんみたいな感じで。まあ、プラスアルファなんかね、例えば、一部、東証一部にね、昇格とか、まあ、配当は少し上がるんですけど、株価が上がってる分、配当成功は下がってるんですよね。で、特に、その、発表以外のサプライズっていうものが今回はね、なくて、結構ね、この銘柄に関してはファンが多いので、プラスアルファを期待してる方も多かったと思うんですけども、その点ではね、がっかりとまではいかないけど、ちょっと残念な気持ちになった人っていうのは多いんじゃないかと思ってます。まあ、そんな感じで金曜日のね、日本市場はまあ終わりまして、で、PTS ではね、今ね、下がっておりますね。400円ぐらいかな？下がってるんですよね。300円ぐらいかな、うん、下がってるんですよね。まあでも、それはね、なんていうか、時間外でしか参加できない人のためのね、市場だったりもするし、まあ、狼狽って言って、まあ、冷静になった時に、また手放したことを後悔するような人たちも混じってると思うんでね。まあ、参考程度になんですけど、まあやっぱ自分もね、一回含み損にね、転落したことが今週、2度3度あったんで、それを思えばね、ちょっと月曜日にね、まあ何らかのね、その、大きい動きがね、あるとすれば、その上に動くのか下に動くのかっていうことによってはね、結構なね、含み損を抱える可能性もあるわけで、まあ、ちょっと週末っていうのがね、気がちょっと重たくなりましたね。もう少しサプライズがあれば嬉しかったんだけどな。